スポーツの秋、実りの秋です。毎年10月、ここ郡山市西部サッカー場は実力という名の果実を実らせた各地区代表の小学生イレブンのユニフォームが緑のピッチをさまざまに彩ります。平成20年度の頂点に王手をかけて緑のピッチを彩るのは、青のユニフォーム、いわきのアストロン FC と、白のユニフォーム、県南のホワイトリバー FC です。ではいわき第3代表アストロン FC の準決勝の模様をダイジェストでご覧ください。第27回福島県少年サッカー選手権大会準決勝の第1試合が今始まりました。サンフレックスユナイテッドとアストロン FC との試合です。ファーサイド一番遠いところに5番の宇佐美がいます。9番の佐川はニアに走り込んでいった。ファーサイド、宇佐美がヘッドゴール。前半5分、先制はアストロン。コーナーキックから5番キャプテン宇佐美、今大会これは初得点。さあもう一度ご覧いただきましょう。このコーナーキック、5番の宇佐美が完全にフリーでした。ディフェンスの前に体を入れてうまくヘッドで流し込みました。手元の時計では前半残り1分、蹴るのは12番の石部か。12番の石部、今日は守りでも大活躍。壁は4枚、いや5枚ついています。石部が直接狙ってきた、壁に当たってキーパー。さあここ9番の田川が前線に上がっていきます。9番の田川が上がっていく。10番の笠井が左に開いている。その笠井へ、笠井から9番の佐川が中にいる。シュート打ってった、わずかに枠の外。10番笠井のシュート、今大会4得点を挙げている笠井のシュートでした。11番の坂口が蹴ります。坂口ヒューガ、2番の小野が上がっていく。こぼれたボールを狙っている。あーゴールキックだ。頭を抱えた飯島監督、主審の岡田さんがちらりと時計を見た。1点を追うサンフレックスユナイテッド、ここでタイムアップ。アストロン1対0決勝進出。いわき第一代表のサンフレックスユナイテッドを下しました。 FC Tカップ史上初の3連覇、過去最高の4度目の優勝に王手。決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちどうですか？嬉しいです。決勝への意気込みをお願いします。絶対点を入れて優勝したいです。